温岳山は、長野県基礎群基礎町、大滝村と岐阜県下路市、高山市にまたがり、東日本火山帯の西端に位置する標高3067メートルの複合清掃火山である。大きな裾野を広げる独立峰である。2014年9月27日に7年ぶりに噴火。山頂付近にいた登山客が巻き込まれ、1991年雲前普賢岳の 火災流による犠牲者数を上回る事態となった。2014年の噴火の詳細については、2014年の御嶽山噴火を参照御嶽火山の地形図形下家と山の池温竹2240から望む、宇た山のモルゲンローと、木曽御嶽山、宇た王、岳王御嶽とも称する。また、岳の字体を新字体で表記し御たけや、 単に、見たけと表記されることもある。標高3000メートルを超える山としては、日本国内で最も西に位置する。日本には、同名の山が多数あり、その最高峰である。山頂には一等三角点と御嶽神社奥舎がある。古くから、山岳信仰の対象の山として、信者の遺形を集めてきた巨峰で、いくつもの峰を連ねてそびえる、活火山である。民謡の、 基礎説では、基礎の御竹夏でも、寒い合わせやりたい旅添えて、稲説では、わしが心と御竹山の胸の氷は、胸の氷はいつ溶けると歌われており、神聖な信仰の山であるとともに、基礎を代表する山として親しまれている。東海地方特に、尾張地方では、ほとんどの場所からその大きな山陽を望めることから、基礎の御竹山として、郷土富士のように親しまれている山である。 日本百名山、新日本百名山、花の百名山、岐阜百山の一つに選定されている。旧海田村を代表する山として、飛田頂上、旧三竹村を代表する山として、県河峰が、新州ふるさと百二十山の一つに選定されている。1927年に、大阪毎日新聞社と、東京日日新聞社などにより、 日本25章の一つに選定されている。国立公園に指定されている、飛騨山脈や赤石山脈、国定公園に指定されている、基礎山脈とは異なり、国定公園にさえも指定されていない。長野県の三武県立公園及び、岐阜県の宇多木、山形立自然公園には指定されているものの、国立、国定公園に指定されなかったのは、基礎ひのきを、 主とする林業の盛んな地域であるという事情がある。山腹は深い森で覆われ多くの滝があり、木曽川水系の源流部の山であり、その下流部である中京圏の水がめとなっている。以前は四火山や旧火山であると思われていた山であるが、1979年10月28日に突如噴火した。気象庁は2008年3月31日に、 噴火警戒レベル1と噴火予報を発表した。2014年9月27日に噴火、南側斜面を火砕流が流れ下り、噴火警戒レベルが3に引き上げられた。これに伴い、火口からおおむね4キロメートルの範囲が立ち入り禁止区域に指定された。2015年6月、火山性地震は続くものの2014年10月中旬以降噴火が観測されていないため、 噴火警戒レベルが2に引き下げられた。これに伴い、立ち入り禁止区域は、河口から、おおむね1トルの範囲に変更された。2017年8月、噴煙活動や、山頂直下付近の地震活動は、緩やかな低下が続いており、2014年10月中旬以降噴火の発生がないため、噴火警戒レベルが1に引き下げられた。ただし現在も、加口から、 おおむね1キロメートルの範囲は立ち入り禁止区域である。岐阜県北アルプス地区及び活火山地区における山岳遭難の防止に関する条例により、御岳山の河口域から4キロメートル以内の地域に立ち入る場合に登山届の提出が義務付けられている。長野県では長野県登山安全条例により指定登山道を通行しようとするときはあらかじめ、 登山計画書を届け出なければならない。また、山頂付近には、噴火に備えて、登山者向けの屋外スピーカー避難シェルターが、設置されている。遠く、三重県からも望め、王、御嶽とも呼ばれていた。古くは、ザスカミを、王、学座黄金現とされ、主言者がこの山に対する損傷として、王の歌起承して、王、学となった。その後、 宇たに変わったとされている。主言者の総本山の金富山は、金の宇たと尊称され、その流れを組む海の宇た武蔵の宇たなどの、三岳と称される山と異なり、御岳と称される。日本全国で多数の山の中で、山は、富士、岳は、宇たと呼ばれるようになった。新州松本の麦峠スキー場から望む雲海に、浮かぶ山頂部が広い御岳山。 右端が日和殿富士と呼ばれるママコタケ。オ山は日本の山の標高順で14位の山であり、火山としては富士山に次いで2番目に標高が高い山である。県神ぬを手法にして、マリシテン山、ケイシ岳、ママハハ岳などの外林山があり、南北約3 5キロメートルの山頂部による大径の山陽である。北端のママコタケは、 比較的新しい山体の清掃火山で、北側山麓から見ると、他の峰が隠れて見えないため綺麗な円錐型をしており、強度富士として、日和田富士とも呼ばれている。なお、長野県側に規制火山として、三笠山、小山笠山がある。最高点の県が峰は、長野県に位置し、大滝口登山道の外林山との合流部が、大滝頂上、小坂口との合流部が、 日田頂上である。火山灰の堆積した裾野は広く、長野県側のふもとの傾斜地では濃い色の火山灰が高地を覆っていて、高地の海田高原はそばの産地として知られている。岐阜県側の地形は長野県側と比較して複雑で、平坦地が少なく、尾根筋が屈曲している。二千七年五月十日に日本の地質百選選定委員会により、日本の地質百選の 1> 第1期選定の一つに選定された。大滝頂上方面から望む、宇滝山1995年6月25日の、噴煙の状況大滝頂上方面から望む宇滝山2011年9月18日の噴煙の状況温滝山の南面の基礎川、水系大滝川の支流である、赤川最上流部の地獄谷の火山ガスを噴出する、 噴気口2011年9月18日の噴煙の上京温岳山は東日本火山帯の西端に位置し、古生層と中世代の濃皮流門岩類を基盤とし、基盤からの高さが1400から1900メートルの寒乱石、福吉石、安山岩などで構成される清層火山である。各方向に溶岩流を流れ出しているが、西に流れたマリッシ天山第6溶岩流は、 最も延長が長く、約1 7トルに及ぶ。末端には、安山岩の大岩壁岩立がある。市の池を中心として、マリシ天山、ママハハ岳、大滝頂上を結ぶ、外林山の内側がカルデラであると推測され、カルデラ形成前の姿は、富士山に匹敵する高さの清掃火山であったと推測される。大爆発によって崩壊した土砂は、 土石流となって川を流れ下った岐阜県、各務原市付近の各務原大地には、御嶽山の土砂が堆積しており、水流によってできた火山媒堆積物が地層となっている。この大爆発によって、県ヶ峰、マリシテン山、ママハハ岳の峰々が形成された複製火山であり、その産業はアフリカのキリマンジャロ山に似ている。1970年代以前の認識では、 最後のマグマ噴火は約2万年前で以降は水蒸気爆発と考えられていたが2006年に行われた岐阜県の調査及び2008年に行われた国土交通省田島砂防国道事務所や産業技術総合研究所の調査によれば約5200年前の火砕流を伴う噴火を含め2万年間に4回のマグマ噴火を起こしている。 品の毎日新聞の2007年4月30日の紙面に掲載された記事によると、岐阜県の調査によって、県上根北西6キロの下路市小坂町内において、約5200から6000年前の火砕流が堆積してできた地層が発見され、この池河口からの噴出物と考えられる火砕流の痕跡が確認された。最近の2万年以降の活動は、 水上気爆発と限定していた岐阜県、長野県それぞれにおいて火災流も想定してのハザードマップなど防災に関する見直しが行われた。1979年以降は断続的に小規模な噴気活動が続いている。2014年現在、気象庁により火山防災のために関し、観測体制の充実等が必要な火山に指定されていて山頂周辺には 火山活動の観測のための地震計、空神経、傾斜計、火山ガス検知器、GPS 観測装置、監視カメラなどの観測機器が設置されている。2001年から名古屋大学大学院環境学研究科が岐阜、長野両県における火山、噴火警戒避難対策事業として、噴火の前兆現象を観測する地震計による三竹火山災害観測を行っている。 1979年の水蒸気爆発の6ヶ月前に3の池が白濁して池の中から泡が噴き出す音が発生した現象と6時間前の河口直下での地震はその前兆現象であったとみられている。2011年7月27日に御嶽山火山噴火緊急減災対策査防計画検討会が開催され、 御嶽山火山噴火緊急減災対策砂防、計画が策定された。大滝頂上直下に四面と地獄谷の噴気口から、硫化水素などの火山ガスを噴出し続けていて、噴気口から発生する火山ガスの轟音が聞こえることがある。かつ火山の定義を見直すきっかけとなった、有史以来の水蒸気爆発、編集1979年の水。 蒸気爆発以前において、御嶽山は火山学者の多くと一般大衆から死火山と認識されていた。実際、当該爆発を伝える新聞見出しも死火山大爆発などと報道された。このことから、この時点において、御嶽山は死火山であるとの認識が一般的であった。ところがこれは、不正確な認識が一般的となっていたことを示しているに過ぎない。 例えば19世紀前半の文献には実際に噴気活動の証拠を示す現象が記録されている。また気象庁も1968年観光の火山観測指針において御嶽山を御嶽山として63座の活火山の一つとして掲載しており、直前の1975年観光の日本活火山要欄の77活火山にも包含されていた。 1979年当時は、定常的な観測体制が整備されていなかったため明確な前兆現象が観測されず、また、活動自体も、山岳から噴気が観察できる規模ではないまま同年10月28日に、水蒸気爆発を起こし、約1000メートルの高さにまで噴煙を噴出した。同日5時頃に発生した噴火は14時に最大となり、その後衰退した。 噴出物の総量は約二十数万トン。噴煙は北東方向に流れ、長野県軽井沢町や群馬県前橋市にまで荒廃が観測された。この噴火をきっかけとして、日本国内における火山の分類そのものが見直されるに至った。現在では、活火山以外の用語は使用されない。火山市、編集御嶽山の東山腹にある蔵。 腰高原温竹山の西山腹にある、岩立の中上雪理温竹火山の活動史は、旧式を挟み国旗と新規の二つの活動期と、新規以降から現在までの静温期の三つに分けられる。なお、各々の始まりと終わりの年代に関しては、研究者により5万年程度の差異がある。また、最後のマグマ噴火は山の池を埋めた後の池の、スコリア噴火と考えられているが、 噴火年代は不明である。古紀御嶽火山古紀御嶽火山は現在と同じ位置に、噴火口を有する中心火山により形成された、標高3200から3400メートルほどの玄武岩、安山岩、デイサイトにより構成される、複製火山群。古紀御嶽火山は、溶岩層の年代値と岩石学的特徴から、約78万年前以前から64万年。 前の高架テフラが卓越するステージと約64万年前から39万年前の溶岩流が卓越するステージに大きく区分される。高架テフラが卓越するステージはさらに3つのサブステージに細分される。また、溶岩層の年代値と分布から4つの非三体が推定されている。高域テフラとして床はテフラごと、 上浦沢手ラがそれぞれ、和ズ総群中の白尾手ラと、笠森十二手ラに対比される。このうち、白尾手ラは、松山ブルンヌ逆転の直下に存在し、地磁気逆転の年代を高精度で決定するのに、役立ち、千葉ニアンという地質時代の命名に大きく貢献した。旧式約10万年前まで、約30万年の活動旧式間が続く。三体は、侵食を受けて、 深い谷と、河村ールを形成。新規温竹火山活動域からは、マリシテンカ山群と西側のママハハ火山群に分類される。約2万年前から現在までの静音期2000年代、以前は約2万年前からはマグマを噴出しない活動が、主体で静音な期間と考えられていたが、近年の研究では、最近1万年間で4回のマグマ噴火と10、 数回の水蒸気爆発が起きたと考えられているほか、東山腹で山腹割れ目噴火も生じている。有史以降2014年の御嶽山噴火後の火山活動、御嶽山地質と噴火の記録地村出版によれば、774年と1892年に噴火活動があったとされているが、後の研究によりこの2回の噴火は発生していなかったことが明らかとなっている。 有志以降最も活発な活動は1979年に始まった。御嶽山火山性地震回数水位グラフ2006から2007-2014年の噴火の推移については、2014年の御嶽山噴火を山椒省集山から望む長野県西部地震による、御嶽山の南面の大規模な山体崩壊1984年9月14日8時48分49秒に、 南山陸で発生した長野県西部地震により、宇多木山南斜面で大規模な山体崩壊が発生した。地震によって崩壊した大量の土砂は、木曽川水系の濁川上流部の支流殿上川を駆け下り8分間で大滝川にまで達した。平均80時速 100km、延長距離約 3km で、三丈崩れと呼ばれることがある。濁川温泉、住宅、 英林書の建物を流出させ、15人が犠牲となった。長野県西部地震も、山椒2の地方国市の斜面の下と西の河原との間に水が溜まった小さな窪地が六の池と呼ばれることがある。1927年に京都大学地理学者に田中赤丸が故障の調査を行った。御嶽山には5つの加工庫があり。 一の池からこの池の名前が付けられている。常に水をたたいているのは、エメラルド色の二の池と三の池である。二の池は日本で最も高いところにあるお盆形状の、水深3.5メートルの故障で、収水面積は湖面の数倍あり、三國が池などの飛田山脈の加工湖と比べて、水位の日変化が40センチメートルほどと大きいのが特徴である。 昼夜の気温差による雪解け量の差が、その原因である。夏でも設計が残り、北西斜面の設計の雪解け水、天水、伏流水を集め、水位が極端に上昇した場合には、東端にある2の池小屋付近から北東に排水される。1979年の噴火活動の際に、2の池に大量の溶が流れ込み池の水は、酸性度が強くなった。 周辺の山小屋ではこの湖水をポンプで送水して宿泊者のためのお風呂の水に利用していた時期もある。三の池は御嶽山で最大の池で湖盆本の平均斜度14.4度、水深が13.3メートル、8月初旬の平均水温が表面で摂氏9.7度低層で摂氏9.5度である。三の地盤には 公人と、白竜王初春姫大臣などの神々が祀られていて、三の池の古水は、神社の御神水とされている。大滝村御武神社里宮御神水とともに、信州の名水、翡水の一つに選定されている。四の池は、高層湿原となっていて、小川が流れており、高山植物の群生地となっている。なお、二の、地北西の斜面のもと、 西の河原との間に小さな窪地があり、田吹には水が溜まる。これを六の池と呼ぶことがある。西の河原の西端、新国へ落ち込むところに日本最高所の滝がある。この谷は、氷河国と成熟河川と合流して小坂川となって、飛騨川に注いでいる。三の池の実に温竹とびけらの幼虫が生息する。温竹山は、 滝の山であると言われるほど、温竹山を源とする河川には、滝が多い。地形が急峻で、高低差が大きいこと、独立法で山体が大きいこと、降水量が多いこと、豊かな森林を育んでいて、水が枯れることがないことなどがその生因となっている。人が近づきにくいところにあるものが多いが、黒沢口から、雪尾根の遊歩道沿いにある百軒滝、海田高原の大野島滝、 大滝口の滝、清滝、濁りご温泉付近の千人滝、火の滝、日本の滝百千人選に選ばれたネオの滝など、比較的簡単に目にすることができる滝もいくつかある。新滝と清滝は御滝橋の行場で、新滝には洞窟がありここにこもって断食を行い滝に打たれる行場となっている。冬に新滝と清滝は氷柱となる。 黒沢口4号目の霊人城周辺には、日の出滝、名栄滝、大原井滝、松尾滝などがあり、不動明王などの神霊が祀られた行場となっている。下路市小坂町には、落差5メートル以上の滝が200以上あり、多数の小坂の滝巡りコースが紹介されている。日田山脈南部の乗倉岳から望む、宇滝山、御岳山は、北アルプスの延長線上にあり、 北アルプスに含めるという説もあるが、北側の乗り倉だけとの間には稜線らしき峰峰はほとんどないため、一般的には、御竹山は、飛騨山脈には含まれないというのが定説である。しかし、真を横切る河川は一本もないのも事実であり、明確な結論は出ていない。著名登山家でも意見は分かれている。なお、ガイドブック等で、日本アルプスを三つに分けて紹介する場合、 中央アルプスの山数が少ないので、御嶽山を中央アルプスと合わせて掲載されるケースが多々ある。このため、御嶽山を中央アルプスの山と思い込んでいる人も数多く存在するが、中央アルプスとの間には基礎川が流れており、明らかに中央アルプスには属さない。国土地理院の日本の主な山岳標高の一覧では、鎌が、峰までが、飛騨山脈南部、 御岳山は御岳山とその周辺とされている。御岳山と鎌が峰との暗部には長峰峠がある。御岳山は山岳信仰の山である。通常は富士山、白山、立山で日本三霊山と言われているが、このうちの白山または立山を御岳山と入れ替えて三霊山とする説もある。日本の山岳信仰史において富士山と並び校舎として、 庶民の信仰を集めた霊山である。教派神道の一つ御嶽教の信仰の対象とされている。最高点の剣ヶ峰には、大名虫の村と、恵比寿様を祀った御嶽神社奥者がある。鎌倉時代御嶽山一帯は、修験者の行場であったが、その後衰退していった。室町時代中期に、上沢渡航の随筆。 沖縄草巻162で小山禅城は100日精進せずしては、登り得ず、その間は行場に入りて、修行をなす、昼夜光明真言を称し、水彫りを取るなり、その料金3両2分100日間の行用とす。格のごとくなれば、系譜のものは登り得ず、障害大切の、胸願いならねばこもらずとなり、上沢渡航、沖縄草巻162と記載されていて、 山頂の御嶽神社奥者東廃に当たり6で75日、または100日、精進決裁の厳しい修行が必要とされ、この厳しい修行を行った者だけに、年1回の東廃が許されていた。この、同社と呼ばれる木曽谷の人々による東杯が盛んとなった。1560年6月13日に、木曽義政が、従者と共に武運を祈願するために、 御嶽神社の里宮で100日の精進決裁を終えた後に倒廃した。江戸時代前期の暗夜像円空も倒廃し、周辺の寺院で多くの木彫りの仏像を残している。1785年に、尾張春すが軍出身の革命教者が、旧教団の迫害を退けて、地元信者を借りて黒沢口の倒廃道を築き、軽い精進登山を普及させるに成功し、 厳しい修行をしなくても、水行だけで倒廃できるようになった。その後、広島行者が大滝口を開いた。江戸時代に、大滝口、黒沢口及び小坂口の三つの道が開かれることにより、尾張や関東など全国で工事が結成されて、御滝橋が広まり、信仰の山として大衆化されていった。江戸時代末期から明治初期にかけて、 毎年何十万人の御竹港で倒廃され、賑わっていた。江戸時代末期の、品の気象録で、新州一の大山なり、額の形、大抵浅間に類して、清高これに、家具、毎年6月初陣決裁して登る、福島より十里、全く、富士山に登るがごとし。品の気象録と記載されている、1868年に黒沢口の八目には、 女人堂が御嶽山で最初に山小屋としての営業を開始し、この上部への女性の立ち入りが禁止されていたが、1872年の大乗館通達により他の国内の山と比較して、早くから女人禁制が解かれた。登山道沿いにある遊郭高齢尋常大滝口と黒沢口の山道には多数の霊場と修行場跡がある。 宇多木信仰では、自然石に霊人の名称を刻印した霊人碑を建てる風習がある。黒沢口の山道には東廃者を祀った約五千基の霊人碑があり、大滝口の山道にも多数の霊人碑が並ぶ。御岳神社には、蔵王権限が祀られていて、遠く離れた鳥居峠や和田峠などの要廃所に宇多木信仰の石碑や祠が設置されている。江戸時代後期の絵師。 谷文長が日本名山図へこの山を描いて名山として紹介した。林道黒井線と白法林道の有料道路や三たけロープウェイの開業に伴い、日の木傘と金剛図への白小族の信者で埋め尽くされていた東廃道に一般の登山者が混じるようになってきた。1985年以降に山腹に4つのスキー場が建設された。 御武大臣と呼ばれる国の男たちの孫、大名口の命、少なびこなの命を祭人とする。大滝口に里宮と黒沢口に里宮と赤宮があり、木曽御武神社大滝口の奥舎は、大滝頂上、長城、木曽御武神社、黒沢口の奥舎は、山頂の県ヶ峰にある。1882年6月に、小谷文紀が御武神社社略演技を出版した。 1944年に、御嶽教などの教団と御嶽神社が、基礎御嶽山法三会を設立し、その後、御嶽山法三会と解消し神社の運営を行っている。1984年9月14日の、御嶽山直下を震源とした長野県西部地震で一号目の里ぐるの拝殿と抹茶が反壊し、行場の清滝は、滝つぼが土砂に埋まった。御嶽神社、 黒沢口では、大々神楽が奉納されている。最高点の県が峰にある、御嶽競争本山の御嶽神社、黒沢口奥社本宮と避難シェルター、御嶽神社も、参照遠方から、宇多たの東廃にやってきて、最初に、御嶽山を望むことができる場所が、宇多たの四門と呼ばれていて、鳥居などが設置された、御嶽山の要廃所がある。これらは、仏教の四門として、 岩合村神戸が、発信門、長峰峠が、菩薩門、三浦山中が、修行門、鳥居峠が、涅槃門に例えられていた。基礎福島から黒沢口への古道の藍戸峠や、上上峠などにも御嶽用廃所があった。革命行者、編集黒沢口の登山道の9号班にある、革命行者の霊場。革命行者は1785年に黒沢口を開き、 翌年登山道の改修中に、二の地藩で病に倒れ、革命堂の傍らにある、この場所に埋葬された。革命行者は、1718年3月3日に、尾張国カ須ガ群牛三村皿屋敷の農夫、庭清兵と千代の子として生まれ、幼名は、玄介で後に、人しみぎごえもんに改名、幼少期は新川村河原家の神殿の農家で、養われていた。 出身地の愛知県春日ガ市立牛山小学校の校歌で北にお竹見春カス革命行者のうるゆの町にと歌い込まれている。1818 18年10月の連城亭随室で医師の箱持ちをした後を梅と結婚し持ち屋を開き飽きないをしていたと記録されている。ある時予期せぬ出来事が起こり各地で巡礼修行をして行者となった。木曽谷の村々で 不協活動を行い信者を増やした。1782年御嶽山を管轄する新職、竹池と尾張藩基礎大官山村氏に登山許可の請願を行ったが、数百年にわたる従来の東廃形式を破ることになるため却下された。しかし登山許可がないまま1785年6月8日に、地元住民8名と6月14日には尾張の38名の信者らと、 6月28日には約80名を引き連れて強引に倒廃を行った。倒廃した者は罪を受け、革命行者も21日間拘束を受けたとされている。1786年にも多数の同志を引き連れて倒廃を強行し、黒沢の登山道の改修を行ったが、その最中の6月20日に二の地藩で病に倒れ、 その直下にある黒沢口9号目の革命堂の宿舎上の岩場に埋葬された。山小屋、革命堂の横に革命行者の霊場が現存する。その後、革命行者の志を受け継いだ信者により、黒沢口の登山道の改修が完結され、革命行者が強行倒廃したことによって事実上の継承人による倒廃解禁となった。信者が増加し、福島塾に 経済効果が生まれるようになったこともあり1791年6月には、ふもとの昭屋が連名で、竹池に、軽商人東廃の請願を提出し、1792年1月1日に、許可が下された。6月14日から6月18日まで間に、入山料200分を徴収し、軽商人による東廃を認めるという規定が作られた。1850年に、 上野東栄山日光五門市から菩薩号が授与された。革命行者は、麓の海田西野で村人に、赤松の苗が育てば必ず稲ができると教え、村人が苗を植えたら、育ったことから海殿の地名が生まれ、その由来が1806年に設置された、冷えたの石踏みに刻まれている。御嶽山を中高解散させた先駆者とされている。大滝口三合目の清滝。 清滝不動明王が祀られ、当廃者が水行を行う行場となっている。広志官行者、編集広志官行者は、1731年に、武蔵国秩父軍大滝村落合で生まれ、青年期に江戸へ出て、剣術を学び、堺雅学頭家に仕えたと伝えられている。1764年三宝神社に入門した、本山派の主元者となった。 1792年5月に江戸などの信者を引き連れて解散のために旅立ち、6月8日から山に入る各地で餃子を行いながら6月10日に倒廃し、大滝口を開いた。その後江戸方面での御岳港を組織し歌木信仰を普及させた。1794年には、上州の穂高山、1795年には、 八海山の解山を行い霊山の解山活動を続けた後、1801年9月、巡射中に、武州本城塾で病に倒れた。広史官業者は、泣き殻は五区の里に、舞舞とも心浮きに、有明の月、広史官業者の自生の区の自生の区を残している。大滝口三合目の清滝城の花戸には広史官業者の母島がある。1850年に、 上野東映ん、1890年大滝村で、広志館行者100年祭が開催され、記念碑が建立された。広志館行者の時期で主として、広山行者、体験行者、巡礼行者などがいて、その後次々に有力な行者が現れて、御嶽港が広まった。御嶽山の東廃は、行者と信者が一緒にその聖地を巡礼する旅でもある。 校舎ごとに先達に導かれて、集団で倒廃されることが多い。広志館行者の没後有力な行者が、次々と現れ、この信仰により、病苦が救われると信頼され、最初に江戸など、関東地方に広志館行者系の御嶽校舎が開かれた。その後、広志館行者の弟子である儀格行者が、東海地方に宮丸港を初めて開き、 革命行者系の校舎が愛知県を中心に西日本へと広まった。農美平野の農民は木曽川の水源となる宇多木山を水分神の山として尊崇していた。木曽谷の地域でも広島間行者系の校舎が次々と結成された。各校の先達の魂は霊人としてその石踏みが御嶽山の東海道に沈められている。この 死後我が五霊は、お山に帰るという信仰に基づく、霊人碑が、御嶽山信仰の特徴の一つである。江戸時代から、関東や尾張から中山道が利用されていたが、1919年の中央本線が全線開通すると、基礎福島駅から、御嶽山へ歩き始めるようになった。1923年に、基礎森林鉄道が敷設された後、 基礎福島駅から黒沢と大滝まで、大滝交通の乗り合いバスが利用されるようになった。1966年に、有料道路林道黒井線が全線開通すると、貸切バスで、直接、大滝口の田野原へ入ることができるようになり、1971年、有料道路次郎法林道が全線開通すると、貸切バスで、直接黒沢口の中の湯まで入ることができるように、 なった。現在は、天気が安定している7月下旬から8月中旬頃に1泊2日または2泊3日で、倒廃が行われることが多い。黒沢口から8号目の女人道を経て、山頂を往復するか、黒沢口から山頂を経て大滝口へ下るルートで、倒廃されるか、大滝口から山頂を往復するか、大滝口から山頂を経て8号目の女人道を経て、 黒沢口へ下るルートで倒廃されることが多い。大滝口七合目から望む、宇多喜山、御岳大臣と呼ばれる、少なびこなの命、国のとこたちの孫、大名虫の命の祭人。御岳教、基礎御岳本教、神進む大教、心理教、景教、大政教、神道修正派、丸山教、稲荷教、天台宗寺門派や古くは、校舎と呼ばれていた。 旧教派神道系の教団などの歌器信仰の教団がある。御嶽教、編集御嶽教は奈良県奈良市に教団本部を置く教派神道で神道13派の一つ。御嶽教の山の本部である基礎大教殿が長野県基礎町福島新万郡にある。1984年4月に日本全国に御嶽教の教会、枝教会、 不況書が978ほどあった。詳細は、御嶽教を参照基礎御嶽本教、編集基礎御嶽本教は、1946年に革命行者系の校舎などが結集して設立された、歌木信仰の宗教教団、総本庁と天正殿事務所が基礎庁御嶽にある。御嶽神社を総祠らとし、初代の館長は、 黒沢温嶽神社宮寺の竹井誠。黒沢温嶽神社里宮1979年の水蒸気爆発でできた大ダルミ直下南の噴気口からの噴煙1757年に松平くんさんが吉祖シリング略を観光し、温嶽山についてその東の峰に三つの池あり、一の池は水枯れる、一の池は水少し、一の池は水丸、その水は、 流れて、西野に至る。この北を地獄谷という溶をし、その水流れて、大滝に至る、濁川という、大溶をし得す。その水花肌に良いし、松平君さん、吉祖シリング略と記載し、廃松、小松、温太で、おじ女などの解説と、星ガラス、雷鳥などの鳥類の詳細なスケッチを残している。標高三千メートルを超える鉱山であり、基礎説では、 基礎の御嶽夏でも、寒い合わせやりたや旅添えてと歌われている。1979年、昭和54年の噴火による後廃で黒沢口、登山道9号目の石室山荘周辺の廃末が枯れたが、21世紀初頭の2002年から2003年頃から、若芽が確認されている。御嶽山の小草の昔話がある。大滝口登山道にある。 田野原天然公園を中心に、約830ヘクタールが、木曽三岳自然休養林に指定されている。田中澄江は著書、花の百名山で、代表する花に一つとして、林根草を紹介した。標高1500メートル以下の山麓では、ヒノキ、アスナロなどの木曽い付きが見られる。1836年に、西山六のゲロシコ坂町赤沼田で植栽された。 ヒノキの人工林が、1993年に、林野町により、赤、沼田天保ヒノキ植物群落保護林の指定を受けた。基礎町三岳では、宇多木黒光、舞種と呼ばれる暗山岩が産出され、宇多木信仰の霊人碑にも利用されていた。現在も麓の田中石材店などで、石材加工が行われている。3万年前の旧石器時代に、大津の実家が生息していて、 東山6の海連高原は、その資料上であった。柳間堆積からは、石器や土器が出土している。山頂付近の登山道の鉱山帯に生息する、星ガラス、雷鳥、クジャク鳥などが見られる。雷鳥は日本で特別天然記念物に指定され、環境省により、レッドリストの絶滅危惧愛栄類、岐阜県では絶滅危惧愛類、長野県では絶滅危惧通類に指定され、 絶滅が危惧されている。1981年の調査で50カ所あった雷鳥の縄張りが2008年の調査で28カ所に減少している。2012年12月に西側の前衛峰である御嶽山系の御前山の標高線5 0 0メートル付近で雷鳥一羽が確認され、冬季に尾根ず体に鉱山帯から移動してきたものと見られている。 山域にはイタチ、イノシシ、タヌキ、ツキノワグマ、ニホンザル、ホンドギツネなどが生息し、アトリ、イカル、キジ、キバシリ、ヒガラ、ブッポウソウなどの鳥類も豊富である。南東山陸の長野県木曽郡木曽町の三宅のブッポウソウ繁殖地は、国の天然記念物の指定を受けている。海田高原ではその産地であった木曽馬が飼育されていて、 長野県の天然記念物の指定を受けている。長目屋画家の御嶽黒与党の鉱山画は、御嶽山の鉱山帯のみに生息する。本州の限られた山岳地帯に分布する長目尺画家の内地色なみ尺は、岐阜県では、御嶽山のみで分布が確認されている。御嶽山の山上の小牧草保護活動区域、江戸時代末期に、御神僧として採集され多くの時生のものが、 消滅した。江戸時代末期に、御嶽山の鉱山植物は、御神層として沈重され、山頂部の鉱山帯に自生するク草は、薬草として採集され、多くの自生のものが消滅した。山頂部のク草群落の再生活動が行われている。1887年7月に、植物学者の白井光太郎が登頂して、高山植物を採集し、 1889年には、三好島ナブラも採集し、1933年に、植物学者の中野春草が、御嶽山の植物生態を調査した。山の上部の森林限海の鉱山帯には、青の津賀桜、岩梅、裏白ジロ七か窓、大氷炭木、岩光蘭、木花シャクナゲ、黒豆の木、コケモモ米葉津賀桜、高根七か窓、チングルマ、ハイマツ、 ミネズ王、ミヤマハンノキなどの樹木と岩木鏡、岩爪草、オンタデ、クモマグサ、クロユリ、コマクサ、シラタマノキ、チシマギン鏡王、東薬林道、白山一毛、ミヤマアキノキリンソウ、ミヤマキンバイ、ミヤマダイコンソウ、モミジカラマツなどの多くの鉱山植物が自生している。日本の固有種であるオンタデの和名は、この山で最初に発見されたことによる。な仲間と、 高根七か窓との雑種の御嶽七か窓が自生している。中腹の阿黄山帯では、大白びそ、小柄花、小蜜が、白びそ、岳かんば、桃皮、七か窓、張り吹き、宮間桜などの樹木とおさば草、カニコウモリ、キ木アあざみ、木チド鳥、御前立花、小梅桂草、三花葉セリバシオガマ、竹島乱、ツバメおもと、バイカオーレン、舞鶴草、 虫鳥すみれ、雪笹などの草花が自生している。下部の産地帯では、犬ナ、カデルイデ類、カツラ、クリ、シラカンバ、シナノキ、ミズナラなどの落葉紅葉樹とトチノキ、黒部、サワラ、ヒノキなどの自然林の新葉樹とカラマツ、スギ、ヒノキなどの人工林、岩鏡、クガイソウ、ササユリ、ススキ、ツルアジサイ、トリアショウマ、ホタルブクロ、マツムシソウ、 柳蘭などの草花が分布している。三竹おさば草と、くるみ島藍松等が林野町により、植物群落保護林の指定を受けている。木曽ヒノキは、秋田の杉と津軽の火バと共に、日本三大美林に選定されている。南側は、現在も火山活動中であり、植物省は貧弱で、北側は、駒草の群生地など豊富な植物省となっている。 1910年に植物学者小泉玄一がこの山でトリカブト族のオンタケブシを採集しその和名の由来となっている。オンタケチブシは絶滅が危惧されていて環境省の絶滅危惧アイエールの指定を受けている。オンタケ山の山域に自生している木肌。生薬となるオーバクがふもとの製薬会社が製造するモグサマルの主成分として利用されている。 多くの薬用植物が分布し、江戸時代に本草学の研究が盛んに行われ、この地域を領有していたオアリハンが薬草の採取を行っていた。1716年から1735年に本草学者の庭聖博らが三域で木薬の採集や調査を行った。1804年から1818 18年に水谷豊文が山陸を中心とする。 基礎災役期を観光し、山頂付近に小サが自生していることが記載されている。1844年に周辺の基礎谷の山域で採取された植物のお葉町である基礎山草花コンピ類が観光され、青のオヤ桜、小山ドウ、黒ユリ、スミレ、チングルマ、水場昭など50種類などが図解形式にまとめられていた。そのうちの24種が 現在の和名で記載されていた。本草学が進んでいた尾張藩に属していて、山村大館により、薬草の調査、栽培、管理が行われていた。大滝口を開いた、広市官業者により、大滝山の霊薬百種を取り集めよく煎じて薬をせ、いせば霊源神のことし、これを制して、諸人を救え、と村人などに伝授された。 1849年に大滝口を開いた、広市環業者の弟子である、としみつ業者が、大滝山の霊創百種を取り集め戦じて、商役としたと伝えられていて、大滝村には、もぐさもとゆきには、同村のくるみ沢や七島たりぶんななが、広市環業者の違法をもとに、もぐさを製造したと記載されている。うたき信仰の広がりとともに、基礎うたきの、 御神薬のモグサが各地に広まった。モグサは、御竹参りのお土産とされていた。南山六では、長野県製薬と日野製薬が、木肌の樹皮の内側の木の層の、大うくを、主成分とした、モグサ丸を製造している。この薬箱には、三座丸マークと呼ばれるうた信仰を象徴する、マークが印刷されている。なおこの三座丸マークを使用する、商標権について、 製薬会社間で訴訟、平成9年213号、新血取り消し請求事件が行われた。明治以降は、兵士の常備薬として需要が高まり、三域の木肌は、昭和初期には伐採し尽くされ、他の地域や海外から輸入する事態となり、現在は大半を中国のから輸入に頼っている。もぐさには、御さんのごむさである人参、オ 投約、天狗の髭が含まれ、高藤草と玄の証拠なども利用されていた、伝えられている。鎌倉時代から昭和初期まで山腹から山陸にかけての森林で、木付きなどが伐採され、その伐採は木礎川を利用して川流しが行われていた。山域の森林は、江戸時代には、終わり藩により管理され、明治になると御両林となり、現在山域の多くは、 国有林となっている。その大部分が水源管用保安林に指定されている。三宅特定地理等保護林などで自然環境の維持や動植物の保護ための国有林の保護管理が行われている。千松村国有林と久留米島国有林の一部が三宅自然休養林に指定されている。大田木口にある 田野原天然公園から望む残雪を抱いた、御嶽山御嶽山頂上、山頂からは北側に乗ラ岳やタ高岳が望める。残雪期の春先に大滝口の田野原から山頂に向かう登山者、独立峰であり、両線では強風で雪煙が舞っている。大滝工場部の藤見石、この高さまで登ると、富士山が前衛の中央、アルプス越しに頭を出し始める。 古来より信仰の対象として、少数の主権者によって登られ、江戸時代に革命行者が黒沢口を開き、広志官行者が大滝口を開き、全国各地に御岳港が広まり信者による集団統廃が盛んに行われ、現在も白小族の統廃者が見られる山である。江戸時代のうたき登山者の病気や投資による死亡者の記録が多数残されていて、 1847年7月16日には山頂の強い風雨で7人中5人が投資する山岳遭難が起きた。1868年に黒沢口8号目の女人堂が御嶽山で最初に山小屋としての営業を開始した。1872年に女人金星が解かれるまでは避難小屋などとして倒廃者に利用されていた。 女人堂から上部への女性の立ち入りは禁じられていた。明治初期に外国人の登頂により近代登山が始まった。1894年にウォルター・ウェストンが登頂して以降一般の登山者にも登られるようになった。ウェストンと同時期にアメリカの天文学者パーシァル・ローウェルが来訪した際に登頂し、オカルト・ジャパンで当時の様子を記している。 1907年の馬やカゴに乗る御嶽山登山者の写真が残されている。御嶽山の登山口は、木曽川から三つ、日田川から一つが昔から利用されていたが、その後実は田口が比較的新しく開かれた。1979年10月の噴火により、山頂から四合目までが入山規制された。1981年に山頂部の河口付近を、 除き入山規制が解除された。気象庁が発表する噴火警戒レベルにより入山が規制される場合がある。木の丸太などで整備された階段状の登山道は、基礎うたき法会などによる地元の有志や、三丈信仰の関係者によって修復整備がなされている。3000メートルを超える工法であるが、登山口の標高が高いため日帰りで登山されることも、ある。 ふもとの海田中学校や大滝中学校、下ロ市の小学校などで学校登山が行われている。黒沢口などでは、御嶽校の選抜を背負ったり、信者の荷物や山小屋の物資を運ぶ協力を担う人がいる。1954年から8月8日に、山頂直下の八丁だるみで、御嶽峡の御嶽山大震火災が行われている。 大多数の信興登山者が利用する黒沢口と大田木口の東海道は一般登山道としても利用されている。積雪期の登山において難所はないものの独立峰のため山頂付近が強風でアイスバーンとなるため滑落に注意を要し視界が悪い時にはルート判断が難しくなる山である。百名山ブームもあって旅行会社による登山ツアーが多数行われた。 2014年9月の噴火により、噴火警戒レベルが3に引き上げられたことに伴い、火口からおおむね4キロメートルの範囲が立ち入り禁止区域に指定された。2015年6月、噴火警戒レベルが2に引き下げられたことに伴い、立ち入り禁止区域は火口からおおむね1キロメートルの範囲に縮小された。2017年8月に噴火警戒レベルが1に、 引き下げられたが、現在も、河口から、おおむね 1km の範囲は、立ち入り禁止区域である。黒沢口登山道では、7月から10月までの、登山シーズンの期間に限り、登山道のみ立ち入り規制の緩和を行い、県が峰まで行くことができる。岐阜県北アルプス地区及び、活火山地区における、山岳遭難の防止に関する条例により、 御嶽山の河口域から4トル以内の地域に立ち入る場合には、登山届の提出が義務付けられている。長野県では、長野県登山安全条例により、指定登山道を通行しようとするときは、あらかじめ登山計画書を届け出なければならない。各方面から登山道が開設されている。小坂口、日和田口利用者の中には、県上根まで登らずに、日が頂上。 ケイシタケあるいは、マリシテン山までの登山を目的とする登山者も多い。一の池を取り囲むの西側の両線に登山道があり、剣が峰から二の池小屋へのルートの一つとなっている。以前は、大滝川の支流の濁川に沿って、濁川温泉を経て、剣が峰とママハハ岳の安部に登る松原神道があったが、1984年の、 長野県西部地震により発生したつて上え崩れにより崩壊し、廃道となった。大滝頂上から望む、ママ母岳とブロック県現象大滝口、編集者道で上がれる登山口は、大滝山で最も高い標高地点であり、山頂の県ヶ峰への最短ルートである。途中での眺望が優れており、登山口から大滝頂上までのコースが常に上から下まで見渡せる。 登山口の田野原から大滝頂上までの間には8号目と9号目に避難小屋がある。山開きに相当する解散祭は7月1日に行われる。積雪期には登山口の田野原への道路が閉鎖されるが、春先に御嶽に1240のスキー場のゴンドラを利用して雪山登山を行う例がある。1号目に国のとこたちの村、大名討の命。 つくなび粉の命を祀った御嶽神社里宮があり、東廃口となっている。三合目には、清滝と新滝があり、清滝には、清滝不動明王が祀られ、東廃者が水行を行う行場となっている。五合目には、小佐け神霊である十二権縁。六合目には、目の神様の八海山大庭がある。標高、約2190メートルの田野原には、 田野原山荘と木曽温岳自然休養林、田野原自然公園があり、登山シーズン中には自動車で上がることができる。黒沢口、編集黒沢口8号目の女人堂から望む歌木、山、金剛堂には多数の霊人碑が設置されている。各名行者によって開かれた最も古い登山道。温岳橋、木曽温岳本橋に最も関わりの深い登山道でもある。 夏には、残悔半生、六根聖城を唱える白衣の東廃者が見られる。友人産後屋が合わせ目ごとにある。現在は7合目付近にロープウェイのいい森駅ができ、大滝口登山口の田野原とほぼ同じ標高まで歩かずに登ることができるようになったため、大半の登山者がロープウェイを利用するようになったが、6合目から歩く登山者は現在でも少なくない。 山開きに相当する、解散祭は、大滝口と同じ7月1日に行われる。1号目に、大名討の命を祀った御嶽神社は神屋と、少なび粉の命を祀った御嶽神社里宮があり、東廃口となっている。東廃道場には、多数の霊人碑が並べられていて、4号目の屋敷場には、御嶽山で、最大規模の霊人場があり、校舎単位で建てられた。 多数の霊人碑がある。松尾滝から、雪尾根を経て百軒滝から八合目の女人堂に至る。ルートは百軒滝道と呼ばれている。百軒滝には百軒滝小屋があり、行場となっている。開電口、編集基礎側の三つの登山口のうち、唯一、信仰のためでなく、作られた登山道。英林所の作業道として開かれた。距離は長いが、 大自然を満喫することができる。水場は四合目付近に湧き水があり、それ以外は三の池までなし。登山口の標高が低く標高差が大きいため、見客向き。飛田頂上、この直下南にこの池小屋がある。小坂口、編集県上のへのアプローチが長いためか、現在は新興登山者はほとんど見かけず、一般登山客が多い。このルートの山開きは、 毎年6月15日に、御嶽神社日田口里宮で開催されている。下山時に温泉を楽しめるのが魅力のコース。なお、登山口をくるみ島とし、のぞきは避難小屋かで、濁りご温泉からの道と合流するコースもあるが、このコースを特にくるみ島コースと称することもある。日田町上のこの池小屋は、2010年に新館が増築され、収容人数が100人に倍増した。 なお、平成30年6月豪雨の影響により、登山道が崩落したが、迂回ルートが整備され2018年9月より通行可能となった。日寄田口、編集形詞だけ頂上を目指して登るコースで、宗教登山に由来しないコースの一つ。1998年の茶を、三丈スキー場の開発に伴い、通年運行されるゴンドラリフトの フライングチャオを利用することが多くなり、旧来の登山口からの登山は減った。ゴンドラリフトを使用した場合は、大滝口とほぼ同じ標高まで登ることができるが、軽視だけから最高文献ガミネまでの距離が長い。また、ルートは他のコースに比べてあまり手入れがされていない。2010年現在、フライングチャオはスキーシーズンのみの運行となっており、 春引く秋の登山には利用できなくなっている。二の地盤にある二の池小屋、枯れることない池から水がポンプアップされ周辺の山小屋に送水されている。御嶽山は宗教登山が盛んであるため、山小屋も宗教施設としての側面がある山小屋が多い。五の池小屋は近代的なアルペンスタイルの山小屋である。各東海道や山頂などに、 多数の山小屋と避難小屋がある。登山道場にキャンプ指定地はないが、くるみ島口の登山口にくるみ島キャンプ場がある。それらの山小屋は、大広間や客室内に御嶽神社の掛け軸などが祀られている。また、大滝口黒沢口の開参祭の7月1日以降の営業開始となる小屋が多く、営業終了は山小屋によって差があるものの、 8月末から9月末までの間が多い。御嶽神社、御嶽郷、木曽御嶽本郷は山開きを7月10日から9月10日までとしているため、その間は特に白装束の宗教登山者の宿泊利用や立ち寄り利用が多い。なお、五の池小屋は例外的に例年6月1日から10月15日までの営業と長期間の営業を行っている。 8号目と7号目の山小屋は紅葉シーズンも営業する。山頂地域に多くの友人さん小屋があるが、黒沢口には途中にも5目ごとに友人さん小屋が営業している。2014年噴火以前は二の池の水を飲料水などの水源としている山小屋が多く、二の池から遠い五の池小屋や7号目以下の山小屋以外の山小屋は二の治水組合を設立し、 共同で、水道施設の設置、維持、撤去を行っていた。また、日頃の水源ポンプ施設の操作は、二の池本館のスタッフが行い、豊富な湖水を使って、二の池本館、二の池新館、石室山荘、革命堂では、宿泊者向けの風呂を毎日用意するほか、宿泊者が少ない時の未宿泊者に、スタッフ用の風呂を提供する山小屋もあったが、2014年噴火の、 後輩によると思われる湖水の酸性化により、現在は湖水からの取水利用は行われていない。かつて山小屋のトイレはほぼ垂れ流しの状態であったが、環境問題への関心の高まりを背景に、友人の山小屋については組取式のトイレへと回収が進められている。組取られた資料はヘリにより6まで運搬し、処理業者へ引き渡される。そのらの維持費用が高額となるため、 トイレ利用者に1回の利用につき100円の協力金の負担をお願いしている。友人3個屋、編集発丁ダルミ付近の登山道から望む、宇た山の最高点の県ヶ峰、山頂部に、御岳神社、御岳県ヶ峰3層、御岳頂上3層以下は、2014年9月噴火の前まで営業していた山小屋である。避難小屋、編集夜勤、 編集多くの友人さん小屋や山頂神社社務所では宗教登山に使われる混合杖に夜勤を応援するサービスを有料で行っている。1891年に登山道の神社などで登山杖に記念の印を押しますの看板が設置され、この夜勤が行われていた。富士山で特にポピュラーなサービスであるが、御嶽山でも実施する山小屋を少し減らしながらも現存しており、 貴重な存在である。ただ、富士山ほど、応援希望者は多くなく、希望者が現れてから夜勤を加熱するところが多い。ため、夜勤に時間がかかることが多い。また、応援の料金も富士山よりも割高になっている。昭和中期までの基礎川からの温竹山の登山者数は、下表のように推計されている。2010年頃の黒沢口から入山者は、 年間3万人を超える程度であった。木曽川水系の源流の山であり、西側から飛騨川、東と南側から大滝川などの本流へと流れ、太平洋側の伊勢湾へ流れる。県が根の山頂には一等三角点が設置されていて、一等三角点百名山の一つに選定されている。最高点は、御嶽神社の西側のある岩の標高点。 日本で14番目に高い山。南東中腹の大滝村の区域は、三竹高原と呼ばれている。手前、木曽山脈と左奥に、御滝山と右奥、飛騨山脈。間に、稜線はない。八ヶ岳から望む、宇多山と乗り倉だけ独立峰であるため、周囲の多くの山からその山陽を望むことができる。山頂部は広く、複数のピークからなる。 能美平野からも北東にその大きな産業が望める。岐阜県側には、前衛の山として、岐阜百山の一つである御前山と続岐阜百山の一つである下路御前山がある。南山腹の木曽川水系を滝川上流部にある、三浦ダム源流となる以下の河川は、木曽川水系で、伊勢湾へ流れる。山頂の南東1 3 4キロメートルにある。 大滝川の薪尾ダムのお竹湖に貯水された水は、愛知県などの飲料水、工業用水及び農業用水に利用されていて、その上流部には、関西電力の水力発電用の三浦ダムがある。大滝川の支流の濁り川上流部の赤川では、侵食と崩落が激しく、地獄谷と呼ばれている。 南面の大滝川の支流の濁り川は、1979年10月28日踏み苑後、地獄谷上部の河口から白いガスと火山灰で黒色となった温泉水が大量に流れ出て白く濁った。南山独の大滝川沿いには1923年に、竣工された基礎森林鉄道の大滝森林鉄道が付設され、1975年5月30日まで、 国有林の材木の運搬に利用されていた。1925年に、御嶽自動車商会が開業。御嶽交通は、山麓や御嶽山の登山口まで路線バスを運行している。1963年に、西山福の名古屋営林局小坂営林所が運営する小坂森林鉄道に五里郷温泉線が、開通し伐採した木材の運搬に利用されていたが、林道が敷設され、 トラックによる輸送への切り替えに伴い1971年に廃止された。1966年に山麓の大滝村の長野県道256号、お竹、大滝黒沢線から田野原までの有料道路林道黒い線が全線開通し、1997年4月1日に村道41号線として無料開放され、 御嶽タケ2240のスキー場利用者、登山者、観光客などに利用されている。長野県道473号を上松三武線が、南東の山麓から通じ、無料化された白放林道を経て、中腹の中の湯まで通じている。東山麓を、長野県道20号海殿三武福島線が通り、木曽町三武の木曽温泉付近から、三武ロープウェイスキー場まで、東山腹に、 三丈ブルーラインが通る。その鹿の瀬温泉から上部は当期閉鎖されている。南東三陸の県道2十号海田三丈、福島線沿いに道の駅三丈がある。北、東山6に国道361号が通り、北山腹に岐阜県道463号朝日、高根線、北西山腹に岐阜県道435号三丈山朝日線が通る。 西山6の下ロシ小坂町から濁り号温泉まで、岐阜県道四百四十一号濁り号温泉線が通り、御嶽パノラマラインと呼ばれている。小山笠山の南面には、三竹林道と大滝林道が通る。主な交通機関、編集路線バス、編集岐阜県側の JR 東海高山本線、日高坂駅及び、高山駅から、御嶽山の登山口である濁り号温泉への、 農費バス路線は2007年11月30日に廃止された。1984年9月14日に発生した長野県西部地震で大滝川がき止められて誕生した自然湖濁り豪温泉小祭は、根尾の滝を山椒海田高原前やスキー場から望む日寄殿富士と呼ばれるママコ竹北川と東側の山腹には以下のスキー場があり、標高の高い位置にあり、 雪質が良く、ゴールデンウィーク頃の遅い時期まで滑走が可能である。大滝村は、村営であった旧温竹スキー場の負債により厳しい財政状況となっている。3.000メートルを超える鉱山であるが、奥深い山中にあるため、山体全体を眺められる場所は、意外と少ない。高山市中切れ町の中霧町付近の山より望む、宇た木山。 高山市久区野町無数川の、長山山頂道路より望む、宇多木山、高山市旭町西原の、鈴来高原より望む、宇多木山、高山市旭町くるみ島の、久留美島キャンプ場近く展望台より望む、宇多木山と、秋上地域より望む、ママ子岳が、新高山市100系の一つに選定されている。独立峰である、 御嶽山の大きな山陽を名古屋市をはじめとした農ー平野や遠方の山からなどの各方面から望むことができる。東海地方の多くの小中高等学校の校歌で3名が歌い込まれている。木曽谷では海田高原以外にふもとから御嶽山を望める箇所は少ない。5月中旬頃、当面の9合目付近に残雪の白い背景に、 黒色の種をまくおじいさんの姿の雪形が見られる。深田久也は1965年に第16回読売文学賞を受賞した日本百名山の著書で、御嶽山の山陽をこの傾斜が見事である。膨大な頂上を支えるには十分な根張りを持って、見嶽全体を金星の取れた美しい山にしている。深田久也、日本百名山と表現している。 山上部からは東に、八ヶ岳、中央アルプス、南アルプス、富士山、南に、松州山などのアテラ山地、農美平野、西に白山などの両城山地、北に、二の池、乗倉岳などの北アルプスが望める。基礎街道69時やぶ原に、鳥居峠から望む、宇た山が描かれている。ありがとうございます。